吉田さん、学校で教えてくれることでもう十分だというふうに私はね、思っております。で、学校で教えてくれることって何かっていうと、まあ漢字が読めるとかね、人に何か伝えるとか書いて伝えるとか話して伝えるとか、そんな感じでしょ、うん、あとはなんかね、簡単な足し算とか引き算みたいな計算。これは単純にお買い物した時に300円、300円、300円の商品があって買いました。1000円札で足りますかっていうのが、 パパッと頭の中でできれば会計の時に1000円出すのか1万円出すのかが分かるってその程度のもんなんですよねそれですら最近 QR 決済なんであのやんなくてよくなっちゃったっていう感じですこれだけでいいんじゃないですか結局その基礎教育をもとに自分が専門的に学びたいこと例えば勉強するときに文字が読めれば別に勉強はできるわけですからねそれは学校で教わらなくてもいいわけですよ、うん、だからネットビジネスとか投資を学校で教えてくれないからって別にね恨むことはないかなと だって投資とかビジネスを学びたかったらとりあえず日本語が読めて簡単な計算ができるってことを学校で教わってるからできますからねだからあれじゃないですか無駄なことをやらなくて済むように最低限のことが学校で身についたわよかったって感じであとはね学校の意義っていうのはね、うん、なんかこう恋愛ができるってことじゃないですかねなんかねあの同じクラスの可愛い子とかね、うん、女の子だったらなんかこう素敵な先輩とかね 身近にそういったモデルがいるわけじゃないですか。で、恋愛して失敗して、なんかね、あの、社会に出る前にいろんなことを考えておくことができるとかね、うん。そうやってなんかこう、挑戦の9割とか体験の9割ぐらいは失敗なんじゃないかなと思うんですよ。で、その小さな失敗をしてるからこそ、社会という大舞台で失敗をしにくくなるっていうスキルが身につくのかなと思う。もうそれで十分なんじゃないかなと思いますよね。うん。 まあ、むしろ学校で正解ばっかりやった人って、あの、やっぱり社会に出て初めての大きな失敗っていうのに大きく挫折してしまう可能性が高いのかなってことをね、ロスジェネス世代としては感じます。例えば、順調に進学していって、で、有名大学出ました。で、就職したら、あ職場でね、なんかお客さんとうまくいかなくって上司に怒られた。俺は全然悪くないのに、今までこんな怒られ方したことなかったっつって社会を否定する側になっちゃうというね。<laughs> まあ、でもね、あの、 小学校、中学校と悪さして、先生にボカーンとぶん殴られたり、廊下に立たされたりとかしたら、社会に出て殴られたりとか、廊下に立たせることはないから、おお、なんかぬるいな社会っていうふうな感じになると思うんですよね。<laughs> うん。だから、学校で教わることってもうね、本当に十分なんだろうなと思います。それこそ、授業中寝ていたってね、掛け算の空気はなんとなく覚えて卒業するじゃないですか、中学校。もうそれでいいんだろうと思いますよ。それ以外何か必要なことありますかね。だって学校でね、 私が先生だったらねおいみんなスマホ出せみんなの銀行やるぞとかってやりますからね <laughs> あとねオプトインアフィレートを教えてやるぞとかって学校でやりますよ <laughs> だからクビになるじゃないですかうんだからね学校で教わることって別に学校に行かなくても教われることではあるんだけどもまあでもね学校に行ったら給食は出るし部活っていう存在を知ることができるし 他の学校って子供のがあることを知れるしなんか楽器大将がいたりね楽器委員がいたりとかなんかその小さなコミュニティで練習できるんでしょうねプラスなんかね好きな女の子のねなんかリコーダー舐めてみたりとかねでそれがなんか自分だけかなと思ったら卒業したらね結構やってるやついるなみたいな <laughs> 私はやったことないんですけどもねそう,そういう発想がなかったんで全然発想がない僕はどっちかって言ったらそのリコーダー舐めるよりも女の子と付き合ってねベロベロキスしましたからね レコードーなんて舐めることは発想がなかったですよねうん、まあ、そんなことですかねまあでもあとは分かりますあれはあの件はあの吉谷さんそう言うけどこうはどうなんですかみたいなのねずっと聞いててあの変化が訪れたってことなんですよねそれは私もね感じないでもなかったんですようん結局その長い付き合いですからね結局ねうんで私はもう同時進行でいろんな方とやっていて どっちかって言ったら例の彼っていうのはあのやっと一歩前に出てきてくれたかなみたいな感じですよねいろんなこうアプローチをしていってね例えば他の生活保護の方を順番に稼がしていってやっぱ30人ぐらい私稼がしてるんですよ生活保護の方をね2年ぐらいかけてそれこそ何とか支援金みたいなのが出たりとか一律10万円とか出てその放送してる時にワッと来てね2,000人ぐらい来てその中で「あの久保さん私は生活保護なんですけど」っていうふうに。 あの勇気を持って連絡してくれた方にじゃああなたを半年以内に稼がせますんで大丈夫ですよってからね生活保護をもうあの脱出した方もいて、うん、で,でもやっぱりその本当すごかったです私はなんか喋って動画を送ってるだけですからね実際に手を出して足を動かしたのはその人なんでだからずっと内側にあるあの能力はあったんでしょうね行動力とかいろんなものがあったんでしょうでもずっと自分なんかできないんじゃないかなっていうふうな殻が かぶさっていたの私がこう少しずつ割っていったってことだと思うんですよ。で、あのー、彼もきっとそういうんなのを見ながらとかそろそろ俺もみたいな感じでね徐々に徐々にやっぱりこう変わっていったんですよね。もしかしたらいろいろやるから変わったかもしれないけどももしかしたらあの誰にも。 誰に何を言っても誰もね何も言ってくれないからこそ変わったっていうのもあるかもしれないんでね。そこはね、俺が変えましたっていうふうに私はな,んかなかなか思えないんですけども、ただいろいろあったんだろうけども、あの、私の見てる前で変わっていったなみたいなね。逆に言うと変わんな人っていないんでね。自分が手を出しても手を出さなくても結局人は変わるんで <laughs>。 それがいつなのか分かんないしなんか変わった時にね俺のおかげだって思いたくなる気持ちはやっぱりね誰にもあるんですけども私はね別に自分がいなくても変わったんだろうなぁとなんか思ったりとかねでもやっぱりこう、受け取った人が久保さんのおかげですとか吉田さんのおかげですって言ったらそれは素直にやっぱり受け取りたいですよね何かできたのかもしれないなみたいなねはい、えー、じゃあね第一生命とかねみんなの銀行とかねいろんなアプローチでやると今までやらなかった人がやるっていうのがあります 今ね、49, 円なんですよ、うん。だから昨日も今まで同じメッセージをずっと送ってきたのにやらなかった人が次はお前が稼いでねやったんだろうなと思いますよね。今度は10人中10人が稼いでますみたいなねそんなアプローチで第一生命ネオバンクの画面なんて全く出さずにやってみようかと思います。ずっとね今まではねあのネオバンクの成功報酬画面をサムネイルに出してたんですけども昨日からちょっとねやめようかなと思ってたんですよ。 でも全くないところにね誰でも稼げるとかねあなたにお金あげますとかねそういうアプローチから「え何何今まではなんか作業しなくちゃいけないと思ってたけどどうなんだろう?」って開けてみたら「ああ作業かでも簡単そうだな」みたいにね気づいてくれればなと思っておりますやっぱどう考えてもね再生数と、あのー、アプリをダウンロードした実績数合わないじゃないですか吉田さんもそうだと思いますけどもだからただ見てるだけって人がねやっぱ大半なんですよただ見てるだけでチャンネル登録もしてないとかねうん だまだまだやれることあるかなと思っておりますい、うん、ってらっしゃい